たくみさん、今日よく食べるね。ほっといてあげて。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで新しく制服が増えたらしいけんね、ちょっとそれ見に行こう。よし、久々に上に上がってきた気がする。ロッカーで着替えようかな。お仕事コーデを変えましょう。今これなんよね。結構なんか、もさい感じ。で、新しく増えたのが、これたくみライフのタンクトップ。お、めっちゃ夏って感じになった。あ、で、これたくみライフのロングダウン。え、ロングダウン可愛くない？ロングダウン、このロングダウンっていうのは、ワンピース。もこもこした冬場のワンピースってこと？え、これにしよう？可愛い。また一人ちょっと冬仕様やけど。え、でも可愛くない？んで、靴変えようや、靴。どうしよっかなー。え、靴どこ？靴。え、どれがいい？ハイカットスニーカー。長靴は違うな。ムートンブーツ。なんかな、あれよね。この、制服の色味を選べんけんね。そこがちょっと微妙なんよね。ね、靴下も変えよう、靴下。色味が派手派手やけど。これぐらいの感じやったらいいんじゃない？で、これで。オッケー、行こう行こう。さあ、働きます。お疲れよ、いのちゃん。何かあれば言ってちょうだいね。お仕事をします。あ、もう少し働いてく？オッケー。よし。じゃ、頑張ってね。あー、いいね。なんか若干すっきりした感があるわ。さあ、日付的には、まあ、前回の動画とか終わってないけん。あ、メンバー増えとる。月に住んでるうさぎさんと一緒に遊んでみたいな。ほう。高所に登りきった時の達成感。あー、どうしよう。どうしよう。ジャグジーのあるサロン。サッカー一筋。どれも分かりづれえ。月に住んでるうさぎさん、わからねえ。テーブルを囲って仲間とワイワイボードゲーム。成功したものだけに許される優雅なひととき。仲間とワイワイボードゲーム、これにしよっかな。おう、あんたも遊びに来てんのかい？ん、そうじゃねえ。ああ、別荘コーディネートの関係者なのか。なあ、ちょいと聞いていいか？俺、別荘ってのに憧れてんだが、どうしたら手に入れられるんだ？しかしな。まあ、お聞かせくださいで。そっか、こっちからの提案もできるようになったって言ったよね。よし、そうくなくっちゃ。さすが俺が見込んだ通り、仕事熱心なやつでよかったぜ。しかしな。いつ見込まれたんだ、私は。よろしくな。俺としてはこういう感じの別荘が理想なんだが。みんなでボードゲーム、ブルース様。なんだ、あのテーブルは。私が思っとる感じのテーブルじゃないんやけど。なるほどです。素敵なイメージですね。では、愛乃ちゃん、ロケーションを選んで差し上げてちょうだい。なんか結構足、高めやったよね、さっきのテーブル。私が想像してるのは、ローテーブルとかで、ソファーに座ってとか、あとはなんか、座布団とか、敷いてとか、そういう低い位置でなんやけど、椅子に座ってパターンかな。みんなでボードゲーム。どこかしら。みんなでボードゲーム。外にちょっと自転車とか止めよっか。ワイワイ友達が遊びに来とる感じで、ね。どこがいいんだ？ 3人目行くここじゃ、ここで。うん。悪くねえな。これは楽しみになってきたぜ。しかしな。こちらにご用意させていただく別荘ですが、1階建てか2階建てか、どちらを希望されますか？でもワンルームぐらいでいいと思うけど。そうだな。2階建ては魅力的だが、1階建ても捨てがたいもんがあるし。もうわかんねえ。あんたが決めてくれ。一応ちゃんとコメントはあるんやね。1階建てで。1階建てでいいんだな。よし、じゃあそれで行くぜ。しかしな。なんか男の一人部屋みたいな感じのイメージで。ではブルース様、別荘の場所も建て方も決まりましたので、あとは現地で進めてまいりましょう。アユナちゃん、ブルース様を現地にご案内してね。任せてください。よし、来た来た。街中の家って感じで。おお、ここが俺の別荘使い。なかなかいいところじゃねえか。仕上がりが待ち遠しいぜ。それじゃ始めておくれ。始めてくれ。期待してるからな。しかしな。みんなでボードゲームってことで、まず外にはなんか一人暮らしっぽい感じのやね。このオーダーの中身見ても、私アイス屋さんに制服も置いとけばよかったな。店員さん的な感じで今更ながらちょっと思った。自転車はどこだい？普通にここかな。家具のとこか。いまだにちょっとね、どこにどう分類されとんかがよくわからん家具がいっぱいあって、もうそろそろ出てくるんやない？まだか。あ、この辺か。マウンテンバイクとかにしよっか。男友達なんかやんちゃそうな子がいっぱいおるってことで出せよ。待って、じゃあこれで増やす。ブルー増やす。まあ、4人でやるゲームっていう感じでいいかな。なんかちょっとキリがいい感じのブラック。3人が遊びに来ましたと。待って待って。あ、そうよ。家も。どうしよっか。いや、まあ普通にこの辺、これぐらいの感じでいいんじゃないかな。うん。んで。待って。邪魔だな。はい、この辺にこう並べておいて。で、なんか置きたいものとか、外は別にそんな。そんなないんじゃないか。まあ、ウォータービューぐらい置いとくか。ウォータービューに、電動キックボード。ビューに電動キックボード。こっち側がね、自分家のってことで。で、あとちょこっと植物。何の花がいいかな。チューリップ。ヒヤシンスなかなか咲いてないよね。パンジーとかにするか。白いパンジー。間違えた。白いパンジー。私、上に置きたいんよね。はい、こんな感じで。オッケーオッケー。外もうこれでいいや。あ、待って、家、私、形選んだだけやんね。外見も変えよ。屋根。屋根これか。瓦屋根しかないんか。青、水色、紫、黒。黒かな。壁選べんねや。マジで。まあ別にこれでいいけど。ドア。黒でいっか。じゃ、これで。なんか中二病こじらしてみたいな感じやけど。こんな感じで。いいんじゃない？さあ、そんじゃあ、ここでね。ほら、やっぱ高いんやって、位置が。これ何？カップ麺じゃない？カップ麺食べながらこの高い位置で、ちょっと待って。真ん中でドーンでいいよね。これ真ん中にドーンじゃなくない？真ん中か？なんか若干右にずれとる気がするよね。でもきっちり真ん中にはいかんのかな？いっとんかこれ。いっとるか。待って、これ。シルバー、どこが変わりよる？あそこか。ブラック、ホワイト。ブラウン。いやー、ブラックでいっか。んで、椅子よ、椅子。クールなソファー。これ、これテーブルより低いよね。そんななんか手上げてやる感じめっちゃしんどいよね。違うんよ。私はソファーにローテーブルの予定やったんや、頭の中では。じゃあ、クールなチェアかな。やっぱり。まあ、4つか。4つ置いて、これも変えれる？シルバー。ブラック、ホワイト。ブラック。まあ、ブラックかな。こうね、ちゃんと4面に折って、待って、動きすぎ。こう折って、こんな感じで。置けんやん。待って、若干ずらさんと置けんくない？でもみんなでやるよんやけん。真ん中に置くよね。確実に。あとはまあこの辺でちょこっと作りよるみたいな感じにしときゃいいか。カウンターテーブル。カウンターテーブル奥に置きたいな。ってことは若干ちょっとこれをずらして、なんかちょっと動いてきてないやつおるけど。こっち側にずらして、で、これ色変えたい。てか壁とか変えたいんよね。ブラック。もうちょっと手前の方がいいかな。まあでもこんな感じか。で、奥に。どうしよっかな。サイドテーブル、カウンターチェア。カウンターチェアを2個ぐらい置いとくか。ブラック。まあこれをここに2個置いといて。んで違う。冷蔵庫。これレッド？若干ちょっと明るめのレッドかな。全体的にもうなんかブラックでかっこいい感じに。めっちゃ狭いけど。まあ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 。ウォーターサーバーも置こう。ブラック。ウォーターサーバーこの辺に置いとこうかな。なんかこの間、ツイッターの広告かな。なんかウォーターサーバーのディズニーデザインみたいなやつ見た。あ、いいやん、これ。第7ネオンクロック。フレーム。いや、まあ赤でいっか。の、なにこれ。ラインレッド、ブルービー、ブラックナンバー。これなんか、レトロな居酒屋とかにありそうじゃない？ブラックナンバー。いやー違うなー。いや、これもう初期のやつでいいんやない？これで。どの辺？この辺にかけとくか。あ、いいやん、いいやん。で、違う、壁。茶色いダイナ。あ、なんか良くない？でも、家って考えたら嫌やけど。あ、これは白レンガ。あ、これいいや、めっちゃ。あ、これ。モノクロピータイル。ローズウッド。白いシンプルカップ。レコードボックス。端っこに置いとこう。壁掛けテレビがいいな。壁掛けテレビがいい。50インチぐらいの。を、まあなんかこの辺に置いて。あ、いいやん。なんかレコードの上に置いとんやけど。で、レコード、この辺にね、端っこに。テレビ台みたいなのなかったっけな。なんかこの下にさ、ローボードか。ノルディックなローボード。これ、色変えれる？ライトウッド、ナチュラル、黒、あ、そう、黒がいい。この辺は、なんかあった方がいい感じするかな。オレンジちょっと可愛いなって思うようやけど。あ、いいんやない？ちょっと差し色的な感じでね。違うんよ。これどっち向き？こっちでいいんか。で、これここ置いて。あ、いい。色味統一されとってめっちゃいいよ。こんなもんかな。あとは別にいらん。あ、この辺システムキッチン。とりあえずここにドン。すごい横テレビやけどめっちゃ散りそう。いや、もうこんなもんでいいか。まあこんな感じでいっか。あとはもう大丈夫？いらんかな。本棚ぐらいなんか置いとく？クローゼット。いやー、まあこんなもんでいっか。大きすぎてもね。こんな感じでどうでしょう。いいんやない。なんかね、いい感じするよ。おしゃれな男の人の家って感じ？どうした？作業ははかどってるか？しかしな。完成しました。どうでしょう。よ、待ってました。いよいよお披露目の時間だな。イエーイ。これでみんなで楽しくボードゲームをしてくださいまし。楽しく。どう？いい感じなんじゃない？だいぶ。座ってくれたらもっといいんやけどな。あ、座ったやん。イエーイ。あそこのね、端っこ、入り口入った左側がちょっと気になるんやけど、思いつかんのよね。ソファーとか置いたらよかったかな。うん、いいね。こいつは期待以上の仕上がりだぜ。じゃ、まず仕事の方はこれで完了だな。この後に予定がないんだったら、ゆっくりしていくといいぜ。はい、ありがとうございます。そうかい、今回はありがとよ。気が向いたらまた遊びに来いよな、しかしな。どうもどうも。いやー、いいか、何持ってんだ？あ、誰かと連絡中？はい、はい、もちろんです。いつでもお待ちしております。誰と連絡取ってたの？誰か来るの？おかえり。今ね、別荘についてお問い合わせがあったの。あなたが手掛けた別荘の写真を見て興味を持ってくださったんですって。宣伝効果抜群ね。おお。それじゃお給料の15,000ポケを受け取ってちょうだい。あざす。今回ので別荘作り、なんと20件達成よ。頑張ったわね。おお、やったね。またみんなでお祝いしようと思って、ある場所を予約してあるの。今から一緒に向かいましょう。お？あ、ここは私が手掛けたレストランじゃねえか。改めまして、別荘作り20件達成、お疲れ様。ありがとう。20件まであっという間だったな。お疲れあゆな。お疲れ様。ありがとうみんな。みんなグラスを持ったわね。ではでは。乾杯。使いづらいレストランだな。いやー、嬉しいね。今日は私がごちそうするわ。みんなお腹いっぱい食べてね。儲けとんやな。やったー、このお店美味しいって評判なんだよ。こんな立派なお店でパーティーできるのもあゆなのおかげだね。うんうん、あゆなちゃん偉い。繁盛しとんやな、ここにしても。ほんと最近は嘘みたいに忙しかったわよね。飲食店ができて遊びに来る人も増えたし、別荘作りのお仕事もどんどん入るし、まあいいことばっかりなんだけど、しばらくバタバタしてたからたくみさん少し疲れてるんじゃない？なんなら休暇でも取っちゃいなよ。ここの仕事ならほらオイラがなんとかするし。マジで大丈夫？そうね、それもいいけど、今はどうしてもやりたいことがあるから、休暇はそれが終わってからかな。やりたいことってなんだ？実はね、この島でちょっとしたイベントを開催したいと思ってるの。ほう、どんな？イベント？おお、どんなイベントをやるの？みんなで歌って踊れるような音楽イベントにするつもりよ。お客様たちにもっと喜んでもらうために、何ができるか私なりに考えてみて、ここを離れて日常へ戻るとき、素敵な思い出を持ち帰っていただけるように何かお手伝いがしたいと思ったの。このイベントを実現するためには匠ライフの全員で挑む必要があるわ。みんなついてきてくれる？それはもちろん。何かは知らんけども。だよねあゆな。そんな面白そうなこと賛成に決まってるよ。ナッティさんだってそうでしょ。今のは何か反応あったのか？みんなありがとう。いい仲間を持って幸せだわ。差し当たってやらなきゃいけないのはやっぱり人を増やすことね。せっかくならどーんと盛り上げたいもの。参加してくれる人は多い方がいいわ。具体的にはそうね、別荘をお持ちのお客様があと10人くらい増えるといいわね。おお、目指せ30人ってこと。それから残りの施設も完成させなくちゃ。この島が便利になればもっとたくさんの方が遊びに来てくれるでしょうし、次の施設を作る許可は別荘をもう少し作れば下りると思うわ。あゆなちゃん頼んだわよ。忙しくなりそうだね。あゆなが頑張るならオイラだって負けてらんないよ。よーし、それじゃあオイラは会場の準備を頑張ってみようかな。ほんと？助かるわ。じゃあイベント会場の方はニコちゃんお手伝いお願いね。ナッティさんも会場の場所とかいろいろと相談させて。わあ、どんどん話が進んでいく。みんな頼りにしてるわよ。それでは匠ライフ一同、お客様たちの笑顔のために全力で頑張っていきましょう。おお。乾杯。たくみさん、今日よく食べるね。ほっといてあげて。イベントで何をやるかはこれから決めていくつもりよ。誰でも気軽に参加できるものにしたいわね。うんうんうん、なるほど。楽しみだな。あと10件か。あゆな、食べてる？ほっぺたがもげるくらい美味しいよ。かわいい。やっぱ相変わらずかわいいっすな。あ、もう戻る？うん、戻るよ。じゃあ、そろそろお開きにしましょうか。ふう、お腹いっぱい。ふう、日常に帰ってきたって感じか。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、あと10人。まあ、10件の依頼を受けたら、何かしら、楽しいイベントを開催することになるんかな、この島で。めっちゃ楽しみなんやけど。どんなイベントなんやろうね。気になる。